今年四月の県内の有効求人倍率は一点零三倍で、前の月と同じ水準となりました。今年四月の有効求職者数は八万九千七百五十三人で、前の月に比べ零点七パーセント減少しました。一方、有効求人数は九万二千三百三十五人で。 前の月に比べ1.2%減少していますこれによる仕事を求める人1人当たりの求人数を表す今年4月の有効求人倍率は1.03倍で前の月と同じ水準となりました埼玉労働局は一部求人の動きに足踏みが見られる物価上昇などが雇用に与える影響に注意する必要があると指摘しています